ね、はい、でその知恵をやっていく中でたまたま文化祭で MC を任されたんです。コールアンドレスポンスの その時にね、自分がかけた言葉によって皆さんがレスポンスをくださって、みんなが笑顔になっているっていう、それにすごく感動して、で見た人も元気になったよ、声も元気になったよって言ってくれたことによって、浅妻はアナウンサーが向いてるんじゃないかっていう中学の時の先生のことを思い出しました。やっぱり私は目指したいと思いました。そこから自分は実は教育学部にいたんですけれども、その教員の道のを立ってですね、やめてアナウンサーの試験に挑むようになりました。でもですね、ちょっとそのまま次行っちゃってください。はい、次お願いします。はい、次お願いします。これが大学生時代だったんですけど、はい、次お願いします。あのアナウンサー試験ね、はい、次お願いします。目指したいと思って、次お願いします。結果、就活です。一生懸命スクールに通って、みんなも組ならできるって応援して、私もできると思って挑みました。結果はこちらです。アナウンサー試験全部落ちて、何社ぐらい落ちたかというと、次お願いします。70社ぐらい落ちてしまいまして、もうこの先無理なんじゃないかって周りも諦めていくんですね。でもどうしても諦めたくなかった。そこで自分の原点に帰ろうと思って、自分が生まれ育った北海道でいつも聞いてたラジオがあったんです。ラジオ局に電話をかけて、今本当に人生の中で何か見出したいと思ってまして、訪問させてもらえませんかってダメ元で言ったんです。でそこのラジオ局が、就活生でもないのにアナウンサー試験募集してないのにいいですよって言ってくれた。待っててくれたのがプロのアナウンサーの方だったんです。でダメ出しをするわけではなく、そのアナウンサーは一生懸命目の前の70社も落ちた学生の話を聞いてくれたんですね。で聞いてくれて、最後にこんなこと言ってくれました。そのまま言っちゃってください。はい、その後です。お願いします。私はあなただったらできると思う、だから諦めずに頑張ってみたらって、本当に目を見て、普通だったら実力わかるんですよ、プロだったら。だけど私の可能性を信じてこういう言葉をかけてくれました。で私はそれを目の前で本気でやってくれる人に力をもらって、できるかどうかわかんない、だけど諦めないっていうことだけ決めました。次お願いします。お願いします。次お願いします。2年後に2年かかりました。だけどお願いします。島根鳥取のフジテレビ系列のアナウンサーに受かることができました。本当に先生と会っていた時はアナウンサー試験70社落ちてる時だったんです。結構の遅くの時でそうだけど、その子を励ましによって受かりました。ただね、こっからまたね、うまくいかなくなるんです。やっとの思いでアナウンサーになった。だけど現実はうまくいかないんです、まあ、アナウンサー時代も地獄時代がいっぱいあって、本にも書いてある、はい、いろいろ大変なんですだけど今感謝してますよ。東京に戻ってきてフリーアナウンサーになりました。私はアナウンサーの経験も積んだし、元局になって言えるし、いろんな局のアナウンサーができるんじゃないかと思って、番組のオーディションめちゃくちゃ受けました。だけど次お願いします。オーディションに全く受かんないんです。なんで頑張ってきたのに。次お願いします。はい、厳しい現実、どんどんお願いします。仕事がないってことはお金もなくなるから、心が貧しくなってて、あ、時間ですね。あ、じゃあどんどん自分が押していきます。はい、すいません。チアがやり、その時に出会ったのがチアだったんです。私どん底にいた時にこの活動に出会ったんです。人を応援する。あ、また分かりました。ちょっと動かなくなったんで喋って終わりにします。朝の駅前で一人でサラリーマンを応援するチアリーダーがいることを知って見に行きました。見に行ったら誰でも振り向いてもいないのに、覚悟を決めて愛されますって言って、今日も一日頑張りましょう。私もダメなサラリーマンでした。でも何か自分らしい方法で人の役に立ちたいと思って今ここに立ってます。今日ここで私を見かけた皆さんがちょっと勇気を出す、そんなエネルギーになりたいと思いますって、はい、応援してて、そこから私も感銘を受けて2人で4年半やりました。そこから、はい、彼女が卒業を決めて、私は一
人でやることを決めたんですけども、すごいなって、人を応援するっていうことを始めてからはあんなに落ち続けていたオーディションに受かるようになってます。不思議です。それなんですよ。これはアナウンススキルじゃないじゃないですよ。そしてそこから応援することで人って前向きになれる、力湧くって思ったから、この応援というものを広めたいと思って協会設立しました。すごいな。そうで、今はどんどん応援を作って学んで育んで実践して文化を広めるっていうことをやってます。でどんどん進めていって出張チアとかね、方言会新年会とかやるんですけど、その応援、まあ、講演活動、そして最後にちょっと松岡修造さんが出てくるんですけど、それだけ流していいですか。応援アワードっていうのをやったんですけど、これに松岡修造さんをぜひ表彰したいと思って正面からぶつかりました。いろいろダメだったんだけど、次に行き着いたところがあったんで、最後動画だけ流させてください。ここで、これ3年前です。応援って何なんですか。沖縄でお願いします。心と心のコミュニケーション、力を引き出し合って、一緒に元気になって、周りに力を、応援のスパイラルを生み出していく。すごいパワーですね。やってください、ね。はい、すごいことになってる。
続きまして、はい、前田奈美子さんとお話しということで、次、渡辺さんは間様で、皆さん、4人の子供さん連れてもらいました。ヤマト学校は赤ちゃんでも OK なんでね。はい、ありがとうございます。東京都で4人の子育てをしております前田奈美子と言います。よろしくお願いいたします。私は、4人の子育てをしておりまして、まあ、どの教育がいいのかなっていろんなことを試しているママでございます。今日は、せっかく子供が来ておりますので、前田家の全能教育の一環として暗唱を今させていただいておりますので、それをちょっとだけ10秒ずつぐらい発表させていただきたいなと思います。では長女からお願いします。前田ねねです、よろしくお願いします。つれづれぐさかもの長めつれづれなるままにつれづれなるままに理解しつづり向かいで心に移りゆく安な仕事をはかとなく書き作れば一体安やすゆくすだまぐるはすけで、長女はつれつれぐさを鑑賞しております。次に次女です。前田なるです。坊ちゃん夏目漱石親譲りの無鉄砲で子供の時から孫ぼかりしている小学校を見る自分が学校の以外から首を出しているから同級生の人が冗談切りくらい待ってもそこから止められることはできない。ちょっと長いので途中までです。で、次女はどっちゃんを今演唱しています。3歳の息子で前田キティレティを聴きお願いします。怪盗ランマです。怪盗ランマって言ってます。四字熟語を今勉強しております。せっかくなのでじゃあ前田なるです。怪盗ランマよろしくお願いします。2歳の三女の四字熟語をしています。電脳教育といってうな言語を司るうなと、記憶を司る三脳を一緒に一番いい形で脳を動かそうというふうな取り組みを今実験中でございます。よろしくお願いいたします。お母さん、こういうお母さんがいたかって僕ね毎回勉強会で自分で話し合ってるんですけどね、ものすごく工夫してるんですよ。で子どもたちの教育だとか自分の教育でレベルをどんどん高めていってる人が、まあ、日本のお母さんで前田さんなんですね。僕は大変尊敬してます。彼女の子育てね、人生の生き方とかね、そういうようなところがあるんで、もう一つね。またこの飛び入り参加の方がまだ今いらしていないので、またはい、我で子育ての方がまたね、教えていただければと思います。はい、今、マハメドさんご登場されましたので、はい。皆さん、トゥールマハメドさんです。トゥールマハメドさん。トゥール・モハメッドさんは日本に来て何年でしたかね。20年。でその間ね、ご家族と連絡取れなくなっちゃって大変悲惨な状態を流れ続けてましたけども、日本に来ていろんな大学を卒業したりして、最後九州大学の大学院で農業博士を取ってね、こういう方なんですよ。で最近嬉しいことにね、だからこうひょっとですねって言ってたらね、結婚したんですってですね、って言って、何で言ったんですか。風邪ひいた。あ、そうか、次回ね、次回また来ますんで。そうですね、すみません。来月も来てもらいますから。ありがとう。ちょっと待ちください。皆さん、こんばんは。山先生、こんばんは。久しぶりです。何よりです。ご紹介預かりました、トゥール・モハメッドと申します。日本に来て、27年ぐらいになります。専門は農業ですね。出身は、東トルキスタンといって、今、中国に侵略されているウイグルですね。そういう関係で、私はもともと大学の先生で日本に来たんですけど、あまり中国共産党の友人に対する談話が激しくなって、
私も我慢できなくなってですね、そういう秩序を日本に、日本の皆様に知らせたいと、そういう思いでですね、97年から、旧大で勉強しながら、この有利人権問題を日本社会に訴えるという活動を始めて、今日に至っています。まあ、当時は中国はまだウイグル人に対しては、子どもとをやっている人たちとか、まあ、政権の不満を持っている人たちを対象に弾圧を行っていたんですが、習近平がこの政権を取った2012年以降は、まあ、ウイグル人と中国人を中国の敵としてですね、もう反抗心のあるウイグル人だろうが、一般のウイグル人だろうが、関係なく弾圧するようになって、特に2016年以降は大規模な強制収容所をキラストキスタンのあらゆるところを作って、我々の今知っている情報ではもう1000カ所以上あるんですね、その強制収容所というところ。まあ、そこではあの中国が作った72か75項目の犯罪リストがある。例えばひげを生やしているとか、日頃あの礼拝をやっているとか、家にあのイスラムのコランを持っているとか、まあ、そういう普通はあのムスリムとしてやらなければいけない、そういう普通のことを犯罪行為として定めて、まあ、そういう人たちをあの大量に逮捕しています。まあ、我々の情報ではもう300万以上の人たちが今、強制収容所に入れられているんです。まあ、最初は中国はこれに反発して、まあ、そんなことやってないと。まあ、我々がやってるのはあのテロリストを、ね、逮捕して、あの彼らに再生する機会を与えるために訓練学校を設けて、そこであの労働の教育を行って、さらに技能を並んでもらっているというふうに国際社会は騙したんですが、しかし、まあ、国際社会にもですね、まあ、様々な政府、アメリカ政府をはじめ、ヨーロッパとか日本とかあるし、それから特にこの国際メディアがあるんですね、 BBC とか IJG らとか、まあ、日本のメディアはあまりこの問題を取り上げないけど、欧米のメディアがですね、まあ、大体的にこの問題を調査して、基本的にはこれはあの大使館中国はウイグル人に対してこういう大規模なこういう強制収容を作ってるんだと。それから2020年の1月20日ですね、トランプ政権が終わる最後の時で、当時の国務長官の、ポンピオさんね、アメリカ政府の声明として発表して、中国はウイグル人に対してジェノサイドを行っているということを、認定したんです。これは世界で初めて21世紀において、国際法で禁止されているジェノサイドを中国の友人たちでやっていることをアメリカ政府は認めたんです。その後はオランダとかカナダとか欧米の先進国の中で、10カ国くらいがその国会でですね、中国のウイグル人に対するそういう弾圧というのは国際法で禁止されているジェノサイドをやっているんだと認めたんです。一番最新の情報は、国連がですね、国連の人権高等弁務官事務所というところから、ウイグル人権報告書というのが出されて、中国は確かにウイグル人に対して激しい弾圧を行っているんだと、ジェノサイドまで認定はしてなかったけど、中国が言っているいわゆるその職業訓練場というものが、それはもう、ウイグル人の身柄を拘束する、ウイグル人を不自由にする、そういう傾向があって、人権に対する犯罪の傾向があるんだというふうに国連が定めたんです。これに対して中国は激怒してですね、まあ、150ページに及ぶ、国家弁護のようなそういうレポートを出したんですけども、しかし、国連の最高機関がね、この問題を認定したということで、中国政府はもう窮地に追い込まれたという結果になっています。まあ、こういうことをですね、我々が日本、アメリカ、ヨーロッパ、トルコ、アラブ諸国、まあ、世界のあらゆるところで我々がこのように声を出して皆様に知らせています。
ぜひ皆さん、こういう問題にも関心を寄せていただいて、隣の中国は一体どういう国なのか、こういう国と本当に日本を仲良くしていいのかということをしっかり考えていただきたいです。ありがとうございます。もう、金丸さんは早い時代なんですけれども、バビア環境さん、最近来ませんね。コロナさん。そうですね。毎回来るとですね、まあ、ホテルね、ホテル頼んでやるんですけども、もう一人はドイツだったかな、この人。なんですよ。あの方はもう、で、来るたびに、いつもね、4人で話し合ってたんですよね、何年も。ここ2年ぐらい来られてないから心配してたんだけど、それからね、今言われてないけど、もっとひどいことがあるのは、ウイグルの人々の臓器を取るんですね。メモ取ったり、要するに、すべて内臓とか全部取って、それをね、移植して売るんですよ。ね、だから、ウイグルが中国にそういう施設があったらって言うけども、あるいはウイグルの人だとか、それからもう一つ、ホイコの人たち、チベット人だとか、モンゴル人、そういう人たちが殺されて、臓器を奪われて、それをね、世界最高の医療施設だって言って、腎臓とか心臓とか、取り替えるのが、そういう人たちなんですよ。ちょっといけませんね、そういうことね。そういうことがあって、でね、僕はよくトゥーノメズさんのデモ講師に参加してるんですね。皆さんもぜひね、やっぱり声を上げなきゃダメだと思ってるんで、よろしくお願いします。あ、写真撮ってくれた？ OK。ありがとうございました。どうも。応援してください。僕いつもね、この方をね、拝んでるんですよ。なんかね、電車の島に出てくるアガメノン。この人、アガメノンと聞いたなと思って、で、アガメノンって呼んでます。すごいパワーを持ってます。よろしくお願いします。はい、改めまして、ステップアップジェクトというですね、食事と自習室がついている、子どもたちのための無料学習支援をしております。NPO 法人身体です国家の代表浜松と申します。よろしくお願いします。山本先生にはですね、もう本当に10年以上前からうちの塾の設立の段階からもうたくさんの支援をいただいているんですけれども、皆さんご存知の通りですね、今非常に教育格差というものが激しくついていまして、子どもたちの学習機会がどんどん奪われている。まあ実際のところですね、日本という国は学校に通うだけではなかなかエリート教育を受けるそれこそ学校の中で落ちぶれたりすることも、そこから立ち直るためには塾ですとか、それから近場のですね、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとかが教えてくれるような環境がある場合は立ち直ることができるんですけれど、なかなかそういう環境がない子どもたちっていうのはどうしてもそういう狭間に落ちてしまう。それははっきり言わせていただきますとね、先ほど の中国の問題、それからウイグルの問題とか、すごく世界に向けて目を向けることもすごく大事だと思っているんですけれども、今日本というのは非常に貧困も含めてですけど、どんどん国力が下がっている状況で、これを緩和してしまうということは、やはり日本という国がどんどん衰退していくということを目視してしまうというか、そういう状況になってしまうのは、私は一国民としてですね、魅力ではあるんですけれども、なんとかしたいと考えて始めました。次の質問をします。改めて、自己紹介をさせてください。私はですね、1976年は明治大学の卒なんですけど、経営学部卒なんですけれども、自分の家庭で語りますと、DV 家庭でした。父がもう本当にですね、食事の時にもう大暴れするような家庭で育っていまして、落ち着いてご飯を食べられる環境ではなかったんです。なんですけれども、会話も含めてですね、父親との会話もちゃんとキャッチボールができない。想像多分できない方も多いと思うんですけれども、話しててもですね、まともな会話が通じないというか、もう本当に社会の縮図というか、温かい場所であるはずの家庭の中で、非常にこう理不尽な思いをたくさん感じたんです。ただ、面白いことにですね、うちの父は仕事ができる人間だったようで、いわゆるモルガンスタンレー証券というところの支店長になっているレベルだったので、所得はすごく高い家でした。なので、私を含めて兄と姉が、9つ目と6つ目の姉がいるんですけれども、それぞれ、東大に行けと。大学はそれなりにいい学校に行くための教育費を惜しまないという形で塾に行かせられたり、それこそ家庭教師とかいろいろそういう面ではすごく
恵まれた環境にいたんです。ただ、昨今のですね、よく塾に行けないということが理由で教育格差ということに関してすごくクローズアップされるというのがですね、私の体験で考えたときに非常に違和感がある。いわゆるお金があったとしても家庭不和だったり学校の中で問題を抱えて、先ほど浅妻さんがいじめの経験があったという話をされてましたけれども、いじめの経験があったら学校に当然行けなくなる、不登校になってしまう、当たり前の話じゃないですか。ところが今、行政も含めてどういう学習支援をメインにしているかというと、放課後教室といいまして、学校が終わった後に、元教員の方たちをですね、時給2200円で雇って、その方たちが、元教員の方たちが、その学校の教室を利用して、要は補習のような形の授業をすると。これに一定の効果はもちろんあると思っています。ただ、当然の話ですけれど、学級崩壊ですとか、それからそのいじめで学校外に行けなくなったような子どもたちがですね、その放課後教室に行けるのかと、本当に行けるのかって考えたら、そんな場所にはならないだろうというのが当たり前の感覚だと思います。なので、私は実は補助金というものはあまり当てにしないような形で、来年で10年になるんですけれども、西新宿と中野区の新江戸、それからフランチャイズで北九州の八幡というところで、この無料塾を週に6日運営しているんですけれども、先日3日前にですね、日本ユネスコ協会連盟という私たちの上部団体の団体に私が10年前に実はメンバーとして役員としていたので、そこの力を改めて借りる決定が下されまして、全国に広げようと、このステップアップ塾を広げようという話になって、3日前に実は前橋の教室が開きました。で、来年の9月にはですね、高知県高知市の方で同じく週に6日の学習支援ができるようなスペース、もう今場所選定始めてるんですけれども、そのような形で全国に展開していくような準備をしています。それこそ時間に限られているので、それこそ駆け足でいろいろな紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、見えないと思うんですけれど、実は私は、資格にですね、大師を重量と罠免許というのを持っているんです。これは何のために取ったかというとですね、子どもたちの学習支援をする際に食事を出すんですが、一番お金かかるところっていうのは何なのかといったら、学生講師の交通費と、それからもう一つは食事代なんです。で、その食事代の中でも特にお金がかかるのは、体の基礎を作るタンパク質源、そのタンパク源を何で取るかっていう話なんですけれども、結局そのお肉ですね、お肉をじゃあ買おうとするとですね、僕は10年前始めた時に、タイ産の胸肉の1キロ1000円の肉を買うのにもすごく躊躇した経験がたくさんあるので、じゃあ今回3年4年ほど前にですね、コロナが始まったじゃないですか。で、その時に、それこそ今でこそいろんな意味で肉の支援とかいろんなものをいただける状況ではあるんですが、これが一番大きい途切れてもおかしくないだろう。そう考えた時に、自分自身でいざとなったら狩猟でですね、肉を取ってそれを子どもたちに料理して食べさせるということぐらいすれば、この塾長には逆らえないかというような形になって、ある意味大きなですね、塾なんですけれど大きな家庭のような付見を見せることができるなと思って、そういう形で、罠の免許、それから狩猟の免許を取りました。次のページお願いします。熊ももちろんあれです。次の罠も、はい、来ます。はい、で、今ですね、それこそ3日前に開いたばっかりなんですけれども、それ前までやってるのは新英語だと西新宿、北九州の八幡で、新しく前橋の敷島というエリアで始まったんですけど、こんな形でですね、地域の一番いい大学は群馬大学、それから、前橋高校、前橋女子高校というところでチラシ学生講師の募集をさせていただいたので、今回12人の学生講師が新しく来てくださりました。で、うちの特徴なんですけれども、思いとして、行政に寄りかかる支援ではなくて、民間の有志たちが力を合わせながらやるということに目的を見出していることもあるので、そこに賛同してくださった、学生がですね、すごくたくさん集まっています。年間で言いますと、毎年150人以上、東大と早稲田と上智に今サークルが、私たちの公認サークルができているので、そこに、しっかりと受け継ぐ形で、私たちが集めなくても学生たちが集めてくれるような形で150人以上集まるようになりました。で、先日の12人が加わったので、大体162人ぐらいですね、今いるような状況になっています。次のページお願いします。で、学習支援のもう一つ特徴なんですけれども、週に6日のうちの5日は
平日、自習室という形で、トレーラーハウスを利用したりですね、それぞれの、マンションの空き家を利用したりですね、空き部屋を利用したりする形で週に6日、週に5日、1時間以上勉強したらご飯が食べられるような仕組みになっているんですけれども、そこに来ていただくことによって簡単に言えばですね、僕らのようなボランティアの中で要はお世話をしたい人たちがお世話をすることに対して受け入れられる生徒と受け入れられない生徒というのがいるんです。というのも想像すれば分かると思うんですけど、まあ、自分の親も含めて大人に裏切られたような経験を持つ子どもたちというのはそういう優しい人たちへの免疫がないというか、気持ちは欲しくても実際優しくされるとこういう感じになったりするんですね。でそういうことって頭のいい子がすごく多いので、じゃあそういう子たちに向いている学習支援とは何だ何だって考えたときに、自習だろう、自習のスペースを作ることだろうと思って、トレーラーハウスの協賛をスポンサーを募ったりしてですね、形ができました。で他にもいっぱい実は喋りたいことあるんですけど、最後のページまで飛ばしていただけると嬉しいです。あ、おかげさまでというか NHK の朝一とかですね、おはよう日本とかの特集とかも、それの前のページですね。はい、でですね、今年 その先ほどお伝えした前橋の方の教室の方では、これあんまり大きな声では言えないセンシティブな問題なので大きな声では言えないんですが、実は地元というか隣の市の高崎市から、100年以上続いている児童養護施設と連携することになりまして、そこから子どもたちを送迎という形で受け入れることにしました。もともとですね、私たちが東京でやってる時から講師を派遣してくれないか、有料でいいから派遣してくれないかという依頼があったんですけれども、それは実はずっとお断りしてたんです。というのも、それが本当に子どもたちのためになるものなのか、それは運営目線にとっては楽なのかもしれないけれど、本当にそれが子どもたちにとってプラスになるのであれば、それは税金をかける意味はあるけれど、それが意味のないものであれば、そんなものは使う必要がないと僕自身は考えるんですね。で今回この送迎に関するシステムもまだ実は予算が取れているわけではないんです。高崎市や群馬県とまだ調整されてる、できているわけではないんですけど、ここはどうしても毎週ちゃんと人間を確保しないと送迎できないので、そのためには予算が必要だなと思っているので、これから先ですね、前橋市のスポンサーも含めて行政に対しても、交渉することによってその予算を獲得していきたいと思っているんですけれども、もし前橋ですとかこれから始まる高知ですとか、そういうところにご縁のある方がいらっしゃいましたら、ぜひスポンサーとしても含めてご紹介いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、今ご紹介にありました和子というのはですね、私の妻でもあるんですけれども、実はうちの塾は夫婦でやっております。で今実は今日紹介の中にもご夫妻で参加って書かれていたんですけど、妻は実は今日も前橋の方を開けてるので、そこの管理者として今見張っている状況なんですね。なので皆様に本当はご紹介したいところだったんですけど、今日はこれでしたいという形でございます。夫婦でやるとですね、温かい雰囲気ができるんですよ。僕らすごく仲いい夫婦なので、はい、それを見せつけることってすごく重要だと思ってますので、そういう軸なので応援よろしくお願いします。2年前だっけ、議員会館でやったじゃないフォーラム。あ、そうですね、2年前だね、はい、ですね、議員会館の大ホールで実は山本学校主催でですね、一人家庭の子どもたちの教育問題ってことをやったんですね。でお二人で話されたんだけど、まあ奥様の理論整然としてね、滑舌のいいこと、もう本当に感動しましたね。日本の教育の原点ここにあるというふうに思いました。そういうことで僕はずっと昔から仲いいんですけどね、結婚される前はね、二人でリヤカー背負ってね、ずっと日本一周したの何ヶ月かけて、そこからスタートしてるから、もう本当になんていうんだろうな、徹底的にやる人ね、感動です。次はどなたでしょう、あなたか、皆さんが大好きなスッチです。スッチです。ドリームアイエンスっていう、先ほど自分が言ったんですけど、東京最後の野生児という形で、グッドライフアワーと環境大臣賞を自分が個人でいただいてから、今結構ダーウィンが来たとか鉄腕打者の年間裏方でやってた中で、宮田愛ちゃんがダイバーフィッシングの釣りの鮎釣りでものすごいちょっとテレビに出てる方なんです、はい、それを山本先生とか皆さんにちょっと
ご紹介したいと思います。そうそう、お願いします。はい、で普段は鮎釣りの今あの、まあ、コロナ禍もあって海外からあの結構いつも海外で活躍されてたんですけど、このコロナ禍で海外に行けないということで、あの今年釣りばっかりやってました。あれなら、そうですか、はい、このもう少し体の振りで内振りで喋ってもらっていいですか。はい、外振りじゃなくて内振りで喋ってもらっていいですか。あ、はい、体の振りを、はい、あいちゃんがですね、もともと自分がテレビの関係で和歌山に行った時3年前にお会いして、うん、でその時にもうテレビで出てる方なので、そうか、はい、でお会いして自分がちょっと料理とかアウトドアシップでやってますので、ね、マイク上げてもらっていいですか。はい、裏方でやらせていただいて、美味しいんだよ、はい、するやつ、はい、それを今回その盛りかけしとか食活の中で、アイちゃんも今度テレビとか、はい、やっていく中で、アイ釣りもうまいし、これからバレーで、まあ、世界に羽ばたくっていうので、いろんなところで優勝してるような、はい、それをちょっとアイちゃんに話してもらいたい。そうです、はい、どこで優勝したの。これすごいじゃん。はじめまして、宮田愛と申します。私は鮎釣り師でありながらバレリーナであります。小学校3年生からバレエを始めて、14歳の頃にはニューヨークにいたという感じなんですけども、初めて14歳にニューヨークに行った時はもう本当にアジア人も一人 で両親ももう勝手に行けっていう感じで、もう気がつけばもうニューヨーク生活を送ってたんですけど、はい、でニューヨークのバレエの名門学校に3年間フルスカラーシップでいただいて、その後ドイツ のコンクールで金賞とか銀賞をいただき、でオーランドバレエ団の研修生で、はい、舞台を踊らせてもらったんですけど、はい、で今コロナ禍でちょっと海外に行けなくて、その間に幼少期生まれて2ヶ月ぐらいから鮎釣りやってたんですけど、両親の影響 でずっと毎年鮎釣りのシーズンになると鮎釣りばっかりやってて、それが本当にリフレッシュ、もう自然に行けて、もうとて もう心が穏やかになって、本当に リフレッシュできたっていう感じで、もうまたバレエを一旦離れることによって、やっぱり自分こんだけバレエ好きだったんだなっていうふうに思い返せたっていう感じで、本当に、はい、いい機会だったと思います。はい、で鮎釣りしてる時に土屋さんと出会って、今は鮎釣りでもちょっと仕事をお仕事をさせてもらったりして、はい、はい、ありがとうございます、はい、そういう感じです。はい、土のところね、家が、どこだっけ、御嶽駅を駅に着いたら上にあるのね、そこでみんな集まってくるんだけど、料理はね、全部彼が鮎を釣ってきたりやった料理でさばいてくれるのね、これがめちゃくちゃ美味しくて、僕はワイフ2、3回するんだよね。はい、でそのぐらい楽しいところは、皆さん行きましょう。で、あなたも来てくれると嬉しいけど。まだ行ってないの？一回行って。じゃあもう一回一緒に行こう。ということで、皆さん拍手お願いします。次はどなたかな？若月さん。若月さんだ。皆さん、私の大好きな若月、千之助さんです。どういう気持ちを決めますか？もう昔からお世話になってて、この人のね、演舞というか、歌舞伎舞っていうのがすごくって、で忍者とか忍者の格好してる、すごいな、ちょっと感じましょう。日本舞踊家の若月千之助と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は若月流の2代目家元としてやっておりまして、城西国際大学阿波鴨川の大学の客員教授も詰めさせていただいております。そうなんですか。はい、もう18年ぐらい。8年ぐらい。はい。ご久しぶりなんですけども、山本学長とは十数年付けさせていただきまして、今でこそ結婚した時にご挨拶初めてしたんですけど、今だったらハグしてくれたりとかしそうな感じだと思うんですけども、
私が結婚させていただきました香月千之介です。もともと内間家内とずっと一緒にお世話になっておりましたので、覚えてるかは知らないんですけども、すっごいびっくりするぐらい握手がこんな感じだったんです。死にかけてたっていうぐらい、すごいショックを受けられてたんですね、僕と家内が結婚して。それがすんごい印象的だなって思いました。あ、多分ショックを受けられたんだなみたいな感じで、はい、いや、まあ、もうずっと元気でした。で、私今から、踊りの方を踊らせていただくんですけれども、活動としましては、海外公演から行きますと、まあ、大使館だとか、あとは文化国際文化交流、あとは王族の方から呼んでいただいて、今年なんかはサウジアラビア4回、はい、で国際文化交流で、韓国2回っております。全部6回、今年だけで行かせていただきました。今年なんかは結構テレビの仕事とか、本格黒柳徹子さんの本に書かせていただいたりとか、いろいろ今年は結構多く書かせていただきまして、日本ですと、プロの、もちろん舞踊家として活動しながら、特に教育機関関連をすごく特に力を入れておりまして、やはりきっかけっていうのはなかなかあるようでないんで、特に伝統芸能。伝統芸能を知っていただくっていうことも大事なんですけれども、伝統芸能を通して、例えば日本の考え方だとか、あとは今では使われない日本の体の使い方、あとは何でしょうね、たくさんいろんなものが、例えば着物の素晴らしさ、コスプレになっちゃいけないわけですけれども、本当にこの素晴らしさというものをお話を通して学んでいただけたらなと思って、年間30校ぐらい回りながらずっとやっております。はい、そして今から、私、舞踊家なんですけれども、ご連絡いただいたときは、忍者らしいっていうんですね。忍者じゃないんですけれども、私、やっぱりその、もともと伝統芸能というのは娯楽なんですね。娯楽から始まって、戦後、教育として位置づけられまして、また娯楽にエンターテインメントとしてなっていくんですけど、終戦というか、戦後に、戦後にやっぱりそのテレビが普及しまして、劇場に足を運ばなくなってきたんですね。それで役者さんすごい方いらっしゃるんですけども、それで教育としてエンターテインメントじゃなくて教育として位置づけられたものが今の伝統芸能っていうふうになっております。なので伝統芸能っていうふうに名前をなってしまったんですけれども、まあ、忍者もエンターテインメントになるかなと思いますが、ここで私が普通の忍者やってしまうと、まあ、コスプレになってしまいますので、はい、この忍者を、ありがとうございます。これは韓国の国際文化交流の、はい、賞レースにしていただきまして、はい、チョンジュっていうところに、行かせていただきました。今年のこれは11月です、ね、はい。で、忍者の立ち回りの中では歌舞伎の立ち回りっていうものを、入れ込んでおります。これは例えば時代劇の立ち回りと歌舞伎の立ち回りどう違うのか。時代劇はですね、リアルなんですね。もうぶつかって刀もカチンってぶつけますし、リアルに常にやるものが時代劇の立ち回り。歌舞伎は様式美ですので、綺麗に日本舞踊の所作、踊るように立ち回りをするというところが味噌でございます。なのでこの立ち回り、歌舞伎の所作っていうものを入れ込んだ忍者をやらせていただきます。ただ忍者だけですと、私はやっぱり舞踊家としてしておりますので、ちょこっと前半に、民謡の曲で日本舞踊を踊らせていただきまして、続けて後半、忍者の舞をさせていただきたいと思います。どうぞ、お楽しみください。よろしくお願いします。いやー、すごいなー。どんどん進化されていって、僕皆さんのお話聞いてると思うのはね、目的ある人はどんどん進化できると、人間としてね、また自分の技も磨いていって、もう世界的に今有名ですからね。知り合った頃はまだ日本だけだったけど、今は世界中から呼ばれる人になったということで、僕ずっと見てると、もう長いことなんですけど、ずっと見てると皆さんの進化がねすごいなと思って、実は感心してる。進化の逆ですね、感心してるということで、はい、お願いします。あ、音ない、うん、あ、送らせていただいた音を、はい、そう、はい、はい、お願いします。音源、あ、音源かは、どこにあるんですか。え、音源どこにある、あ、僕のやつの、携帯の中に入ってるんだ、ちょっと待って、ね、携帯に入れてる、携帯に入れてる、携帯に入れてたらね、
スマホの近くにマイクをセットする。はい。いつ頃ってもらったんだっけな、あれ。私の携帯から出しましょうか。あ、お願いします。はい。送ってもらえなかなかなか。Thank you.
見たけど、ものすごいですね。もう一度拍手をお願いします。僕もね、こういうまあ、セルスケさんのね、ずっと長いこと見てきたんですけども、僕ももっと頑張らなきゃいけないなっていう気になりました、今。本当にすごいと思います。皆さんもね、セルスケさんの舞台がいっぱいありますんで、日本にだいたい住まいがなくても、海外行ってるからね、だからそういう時には必ず一遍ね、本物の舞台で、見ましょう。私も行きますからね。行きたい人手を挙げて、はい、行きたくない人手を挙げて、ないか。だそうです。ありがとうございます。最高です。いやー、本当に強かった。頑張った。次は、これは明日。あ、君か。はい、なんで見て。南條リサ、僕はリサリサって呼んでるんですけど、藩主です、藩主。一国の主です。で、彼女はね、この笑顔でですね、みんなをチャームしてですね、大きな団体を率いてます。歴史の会の一部の大きなんだけども、グローバル班ってやってます。やっぱりこれから英語をちゃんと学んだ方がいいから、で一番ね、僕がお勧めするのが、彼女のとこ行けば、大体1年くらい経つと、平気で普通に話してます、英語。はい、ちょっとお願いします。Thank you. Good evening, everyone. My name is Lisa Nanjiao. Thank you for today, and I truly pleasure for the opportunity to give my presentation here. Thank you, Yamamoto-sensei. Today, I will try English presentation.With this script paper, but never mind. I do my best. Please listen my presentation about Global Hand. My talk today is about Global Hand. It's English business meeting, but I organize every month. I would like to connect with me foreign business person who wants to create a business network.With Japanese and build good and long-term relationship. So let me introduce myself, please. Please, next slide, please. My business is English business presentation support. I am especially good at helping English beginners who say,have never spoken English yet. In addition, please next slide. I organize a monthly international business meeting called Global Hand, where Japanese people speak English. All participants have to speak English for 90 minutes. Here, I support the members in the making English presentation. And now,I would like to share the current state of global business in Japan. Japan is facing the problem of declining birth rate and population. We are well aware that it will become essential to do business.With foreigners in the future. In recent years, more and more companies have started global business in Japan. However, next please. I joined to the biggest business meeting in Japan too. It's very famous, BNI. So next please. So in Japan, almost 300 chapters.Many members, but just only one chapter held in English. What do you think? What do you think? Next, please. I think that this problem
can be replaced to say that we Japanese have great potential. Don't you think so? So, what kind of future do you think will come if this factory is greatly changed for the better? It must be good. First of all, why is Japan so far behind in globalization? Because many Japanese have still have strong will, have no choice but to do business in Japan more than global, but Japan still. Second, there are few opportunities for contact between Japanese and foreigners in Japan, actually. And Japanese people are not good at self-attention and self-expression. So we have to solve this problem. So go back. Yeah, thank you. So, here we are, the Global Hub. It is meeting launched in 2015 to give business presentation in English. It first started in Kumagome, Tokyo. So from almost 200 Japanese people had given their presentation. Now, it is held by online. So we have almost 30 participants each time, many people. It's not a speech contest place like Toastmasters, but it is not chat meeting to talk about the weather or hobbies. It is a chance for the Japanese to take the first step in the global business. Everyone introduces their way of thinking. Next slide, please. Yep, next please. Self-introduction, our business, way of thinking, mission, and interaction time, and lots of conversation. Next, please. Many of them are not used to English, so they have great potential. But anyway, we create an atmosphere of open-mindedness and communication in English. We create an environment where Japanese can get used to the place without dropping out. We also have a lot of members with special features. Japanese culture, Japanese traditional craft, language education, and the technology related. Next. So he is the biggest man from India, and he came to our meeting. He connected to Japanese business person. He's the CEO of IT company, and he's IT supported, so good. He made a good relationship with us. And he gave us a helpful comment, President. So next please. This is a real help for globalization in Japan. Yeah. Next, please. So please come to our Global Hub, this English meeting. So let's go to Global together. Thank you very much. グローバルで彼女がリーダーになってからすごくうまくいってましてね、やっぱりオーガナイズ能力っていうのをすごくお持ちなんですね。で、英語の喋んなかった人が1年が経つと大体普通に喋ってる。だから直達さんに英語を聞いたら、あなたはオーガナイズ能力だ。だから本社がついてきますから、はい、で本社の番組に入ってください、はい、僕もよく入ってるから。でね、英語うまくなるよ、はい、僕も最近喋ってないから痛くなってるから。ということで皆さん彼女の番組に入ってください。ちょっと英語が普通に話せます。
やっぱり英語普通にこれから海外に行く人いっぱい来るから英語ぐらい当たり前に話さないと。でね、最初の子はね、あは、イエス、おお、やりとかこう言ってればいいんだよ。うんとかさ、これで僕が言ってたんだから。以上です。じゃあ、頑張ろう。Yes, thank you. Next meeting is this Friday. Yeah? OK. あの、保護者の大使を加えたんで、あの皆さん、大拍手お願いします。ありがとうございます、今日は。あの日本に来ている大使の中で一番大きな人です。あの天達さん、あの直達さんにもはるかに大きいです。ちょっとこっち来て、どのくらい違う、あの人で巨大な人と言われてるんだけど、それで最後、高森と言われてる。大きいでしょう。あの普通サイズが一度、私と大きいです。ありがとうございます。OK です。じゃあ、お願いします。あ、一応、しましょうか。大丈夫ですか。この会は何の会ですか？この会は、ヤムさんって呼ばれたら、はいはいって言って、何のためにっていう人が集まってるかわからないんですけど、すいません。あのね、アルメニアの、から来られてて、日本で長いんですけども、あの国際ね、なんだっけ、国際キリスト教大学 ICU ね、そこの教育を10年間やって、で10年間やってですね、なんと数学とコンピューターずっと教えてこられた。それからその後ね、あのアルメニア大使になられたの。何年ぐらいでこれ言いました？ちょっと修正します。修正お願いします。10年じゃなくて20数年そうなんですか私初めて日本に来たのは実は35年前です。1987年にその時に、まあ、客員教授として1年間、その後は91年からですので31年前に来て、でずっとです。そうですか、はい、だから20数年は大学の教員と、その後は10年ぐらいは、初代大使でございます。そうですよね、はい、初代なんですね。初代です。結局この集まりはこの集まりはいい加減な人が集まってると思いますね。だからいい加減にみんな聞いてますけれども、大使の話はめったに聞くことないんで、真剣に今になってます。真剣モード。アルメニアのことを教えてもらいたいし、この集まりの目的が分かれば、はい、それなりに私話します。あの簡単です。皆さん志を立てて、はい、もうちょっといろんな人の話聞いて、はい、参考にしながら自分の志を全うしましょうっていう話です。わかりました。カメラの向こうにも聞いてください。はい、向こうに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 。じゃあ、そしたら、まあ、ちょうどね、2日前に、山から降りてきたんですけども、あの山に登るんじゃなくて、天城っていう伊豆の天城に、はい、あのかなり、いい、あの天城海域っていうのがあるんですよ。2日間、日本のリーダーたちって言われてるものが、私もあのたまたまね、十数年前に天城会議のメンバーなので、その時のテーマは、今日の子どもたちに明日はどんな日本を作ろうかということのテーマだったんです。だからこの会のなんかそこに出てる看板を見ると、この1回で探してます。天城会議ね、天城会議を探してもあまり出ないんです。秘密の会議です。かなり有名な方々も集まっております。非常に立派な、ね、政府の人も来て、まあ、いろんな、ね、これから何を法律などで変えてどういうふうにサポートしていくかとか、その後は、まあ、女性の、まあ、ことと子供のことを考える若い人たちとかいろんな意味があって、
あとは文化会などでいろんな議論をしてという会でございます。毎回かなり分厚い報告書が出るんですけど、何種類言ってたっけ、毎回何日って2日間ですね、はい、あ泊まって夜まで頑張って次の日も、天城高原の、まあ、かなり山の上に IPM の施設があってそこで集まって毎年、はい、今年は2年、3年ぶりかしら、あのコロナで、あのズームなどでやったので、初めてあのインパーソンというか、あのみんな集まってきたので、私も楽しみにできましたけど、あのじゃあ、この回ではですので、まあ、どのぐらい、20分、どういう話しようかなと思って、まあ、普段はアルメニアの障害したりとか、まあ、アルメニアの障害大使なんですけれども、じゃあ僕はあのこの間学生との授業の間に少し、まあ、自己紹介という形で、ちょっとしたメッセージもありましたので、まあちょっと夢の話にしましょうという感じです。はい。まあ私はあのアルメニア生まれのなぜアルメニア生まれなかったというのも、私のアルメニアという国に今人口300万人で、でもうアルメニア人がアルメニアの外に住んでいるアルメニア人は800万人もいる。だからディアスポラと言われる、要するにいろんな国で住んで自分がアルメニア人というアイデンティティを持ってアルメニア語を話したりとかする人たちは、あの国内で住む人たちよりは、まあ、ほぼ3倍ぐらいですね。だからロシアね、以前ソ連の一部だったアルメニアとロシアと関係があって、ロシアにも多いし、アメリカも、ほぼ200万人ぐらいいますけど、特にカリフォルニアとロストワクというアルメニアの街みたいもありますけど、中東にもレバノンとか、シリア、アレコなどで、フランスですね、リオンとかいろんな、ところでアルメニア人が住んでおります。まあ歴史は激しかったんですけど、じゃあこれはまあ私アルメニアの、まあ、初代大使に なるまでに、まず僕はね、小さい頃、生まれて、学校に行ってどういうことを考えたかというと、まあ、両親は2人とも数学の先生だったので、遺伝的に僕もまあいい数学者になりたいという夢がまずあったんですけど、もうちょっと、まあ、具体化に夢をしたらば、当時ですね、まあソ連時代なので、やっぱり世界どこでも行くということができなくてですね、ただ幸いに、すごくあの有名なモスクワ大学の数学部があって、そこに超有名な、ね、数学のいろんな分野をあの作った人たちもいますので、そこにまず入学の夢があって、非常に少ないんですよ。あのまあそれが大きいんですけれども、あのこういうあのほぼダメ元でこの夢を持って、ただ高校の時にさまざまな遠隔数学スクールなどを参加してこの夢を強く持って、で1970年に、私の夢が実現になりました。当時はアルメニアから直接留学した数学者は私だけだったんです。まあ、あの非常に、それで私の大きな夢がね、ラッキーと思って頑張ったんですけど、で数学で、かなり、まあ、難しい数学を選んだんですけども、なぜかというと、トポロジーと言われる、トポロジーは日本語で位相学ですけども、要するに、幾何ももうちょっと複雑なやつですね。トポロジーで、
これを選んで、渡航時の父と言われているアレキサンドロ先生が私の、あのアドバイザーだったので、すごく立派な方で、まあ、渡航時の一番基本本とかあの教科書も彼が書いたので、すごく面白いですけど、ちなみに彼がこういうあの子どもたちのために、高校生のために、あの全ソ連のその時に、その遠隔数学学校みたいな、遠隔ってどういうことかというと、あの、数学の雑誌があって、そこでいろいろな課題が出て、子どもたちはこれを書いて、当時はインターネットなどもないんですけど、あの封筒を入れてモスクワに送って、でどんどん、まあ、いろいろあの、その良かったかどうかお答えが来る。で、2、3年間こういうことをやってきたので、まあ、それも、まあ、もちろんラッキーはラッキーだけれども、まあ、いろいろ心の準備と頭の準備はモスクワ大に入るためにしたし、で、この数学もやりながら、マスターまではこの数学プロパーだったけれども、ちょうどその時にまた時代が変わりつつあって、どういうことかというと、あのコンピューター時代になりつつありました。70年代に私の国アルメニアはソ連のシリコンバレーと言われているところなので、ソ連のかなり強いコンピューターと、それからミニコンピューター、ミニコンピューターって言っても、このデスクの 2,3 倍ぐらいの大きさのでかいやつが、これミニコンピューターね。アルメニアは2種類のミニコンピューターがその時に作ってたし、コンピューターサイエンスのいろんな研究所もアルメニアが強いので、まあ、ちょうど僕の国が強いので、コンピューターも好き、面白いと思って、もちろん自分 あのパソコンは買うこともできなかったんですけども、その時また70年代ですよ。80に入ると少しずつね、こういうパソコンが買えるようになったんだけれども、すごく高いんですよ。すごい高い。あの会社だけが買えますという感じだった。70年代はまだ買えないけれども、面白いね、プログラミングとか、またコンピューターで何ができるかとか、あと自分でプログラムを作って、いろんなあのその、授業などを、プログラミングで教えるということで興味があったので、ちょうど、大学院のもうドクターコースの時期だったので、ドクターコースはコンピューターサイエンスに入って、でも理論の方です。それでも数学が多いというところで、それであの PhD はまあコンピューター理論で取って、まあいろいろコンピューターの基礎からいろんな複雑の数学のところもいろいろ勉強してきました。でその時にまあいろいろ夢がまだあったんですけど、ただまあ、たくさんの夢の話すると20分よりは多分1時間20分もかかるかもしれませんけれども、ちょっとこの回なので、一つの夢はいきなり生まれたのはどういうことかというと、ちょうど院生ですね、ドクターの学生で、我々は、モスクワ大学にいろんな国から人がたくさんいました。でたくさんこの人たちがいまして、寮で、寮生ですね、みんな寮で、なんか今日は例えばベトナムのなんとか食べ物が誰か作ってくださいとか、明日はなんとかかんとかっていう言いながら、インタークラブ、インターナショナルクラブみたいは私学生同士で作りました。でその時に世界のたくさんの国からの人、あのヨーロッパの人たち、アジアの人、あと南アメリカがほぼたくさんのところが、まあ、キューバとかチリとかアルゼンチンとかいろんな人たちで、もちろん日本人も、最初の私であった日本人
が今から45年、5、6年前の話なんですけれども、その時に初めて日本人もあそこに住んでる興味ありますよとか、じゃあ会いましょうってあったらば、なんかちょっと変だなと思ったんだけど、僕の日本人のイメージと全く違うんですね。背が僕と同じくらいで、顔もちょっと違うんですけど、でも名前は荒井ボブーさんという方なので、まあ日本人ですよねと。まあ、ハーフの方だったんですけども、実際のもともとの名前は全然違うね。お父さんがニュージーランド人だったので、ここね、はいはい、了解了解。だからだけど、まあ、彼は心も全く完全に日本人だったんですね。日本はもちろん好きだったんですけども、名前もお母さんの新井さんという方も受けて面白い方です。で、ちなみにこの方も非常に面白い方で、江戸っ子で、江戸っ子って言うと、まあ、母の方ね、みんなこの辺だったんですけれども、ちょうど皆さんご存知ですかね、学生紛争って60年代にあったんだけども、彼も優秀で東大で学生紛争のリーダーが一人だったんですけど、そしたらば、その時に彼はまあ、なんかいろんなフィロソフィーとか宗教とか専門だったけれども、これ全部、まあ、学部長とあれして、これをやめて、ロシア経済などに変えてロシア語にしたんですよ。なんか反対として。でも全然、まあ、ロシア、その前にロシア関係ではなかったり、まあ、紛争のおかげで、ロシアの経済学者になったんです。その方の後に2番目、3番目の何人かは日本人もあって、かなり親しくある日本人で、毎朝一緒にプールに行ったりとか、それで、まあ、毎回ね、日本ではこれはどうですかとか、やっぱりね、これはどういうんですかとか、日本語で。これが、どのぐらいとか何とかの話で、どんどん興味がどんどん深くなって、その時に、日本について本すべて買ってすべて読んだんです。どんどん読み続くと興味が深くなって、でその時に、まあ、日本は趣味になったんですね。日本は趣味だから、日本について何でもかんでも知りたい。知りたいけど、まあ、日本はもちろんソ連時代なので、日本は行けないだろうと。行けないから難しい夢だから、これ夢にしましょう。じゃあ、いつか日本に行きたいということを強い、この70年代だよ。70年代ですけれども。ね、だから、それも、ドクターも出て、アルメニアの工科大学の教授になって、どん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 その探して、でようやく毎年全ソ連から、あと日本から2人の若い、研究者の交流があるよと分かって、それに応募したんですね。まあ、もちろん落ちて、もう完全にあなたはクレイジーだからいけないと、かなりなんか大物の息子じゃないと、毎年一人か二人ですので、全ソ連から非常にあれが難しいということで、でも諦めずに、3回目が、あ、2回目がちなみに、これ毎回日本のあれを、まあ、いろいろ文章を書くんですね。どういう研究したい、何をやりたい、どんな大学に行きたい。ちゃんとして毎回書きました。でもダメだったんですけれども、もう完全にダメ元っていう日本語があるんですけれども、ダメ元だけど、やっぱり諦めずにやって、もう私のね、スイスのエテハという学校があるんですよ。これスイスの東工大みたいなのがあるんですよ、ね、MIT。エテハに行くことが決まったときに、
いきなり夏の間に電話がモスクワから来たんです。あなたは、日本にまだ行きたいんですか？もちろんですね。だけど今スイスに行く予定ですけど、それはまあ本当に日本に行きたければこれスイスをやめて、あなたをこの後で調べたら選んだ人は、まあ、偉い人の、まあ、あの義理の息子だったんですけれども、奥様が妊娠になってこの偉い人はこれはあなたはいけないって言って出したんですけど、その後は探したら僕だけが一番、まあ、適当というか日本からも OK が出たりしました。ラッキーで夢がまた夢に日本に行くということが夢が、これ87年、87年になって夏にも日本に1年間行くということが分かったので、そこに、大事なことを、まあ、日本は趣味だけれども、ロシア語とか英語でいろんなものを読むだけじゃなくて、やっぱり日本はもっと深く分かるために何が一番必要かというと日本語で、だから日本語の本をいろいろ探したらば、どこかに、学研という、あの大阪の学研というあるんですけども、かなり有名な出版社なんですけども、学研の本が手に入ったんです。で、これはまあ、あと4、4、5ヶ月あったので、これ全部読んで、まあ、独学で日本語を勉強して、で87年に来た時にもうすでに飛行機から降りたらすでに、まあ、今の日本語よりははるかにあんまりまずかったんだけれども、でも皆さんと接触ができるような日本語に、したんです。まあこれの結果かどうかわからないけれども、日本で1年間働いていろんな数学者とか理学者といろいろやって、大学も、たまたま国際研究所という大学だったので、1990年にまたそれだよ90年に、この大学で、広報が、ね、新しい数学の先生 の, あのポジションがあって、まあ、これもかなり調べたら私の知り合いの先生はかなりの人が応募しているよということで、でもあなたも しなさい、まあ、またダメ元で、夢はその時に私の友達が、その、あなた日本に行くつもりは何ですかと、私は日本人にコンピューターと数学を教えたい、みんなハハハハ笑っちゃったんです。日本のイメージはすごくこうですけど、あなたはアルメニアからこういうことになるのはクレイジーですとか、なんかあんまりこれもダメ元だけれども、まあこれをあの私は応募して、すいません、あと少し私遅く来たのでもう少し遅くあのそれで、で大学から連絡がいきなり来て、あなたはショートリストですけれども、あのそうかそうか、でもまだ全然信じたくなかったんで、1990年です。で、その後は学長から電話があって、あの、We have chosen you ということで、あなたをあの委員会が選んだよということで、まだラッキー。夢諦めないで持っていくということが、それではいろいろ夢もあって、私が自分の国も好き。もちろん大好きで、今日本はまあ私の2番目のふるさとです。私は一番住み心地のいい世界中で国だと思って、今も日本に大部分は日本で、今年も3ヶ月ぐらいはアルメニアで、僕は全部東京ですけど、世界中も実はあちこちで住んだ経験があるんですけども、サバティカルでアメリカも1年プリンストンとかいろんなところと、モンテロ大学の教授もやって、パリのエコノマの教授もやったんだけれども、オーストラリアなどでいろんなところで住んだんだけども、毎回日本はまあ日本に帰
耐えるみたいな気持ちになっております。今もその時に母国と大好きな日本の何か架け橋に役に立てばいいという夢だったんですけども、それも幸いに、2010年に、大使館を立ち上げて、ただその時に ICU の議員だったんですけど、またリーダーシップ学校などを作ったりしましたけれども、ご提式が2年後になって、2012年に初代アルメニア在中日アルメニア大使になった。これも夢が、一つの夢が、この2つの国をつなぐ夢がまた実現になりました。今も夢いろいろあるけれども、今現在の夢は秘密です。でも非常にほぼ不可能な夢が私の場合が多いんだけれども、一つだけは、私が今年非常にいいニュースがあって、極めて光栄なニュースがあって、今年の5月に天皇陛下から、旭日重光章を、もらって、長いその2つの国の、つながりに長い経験の、結果になってすごくいいんですけど、印象出てるんですか？はい、十分って書いてあります。ですので、だから、皆さんに、普段はこの間学生にも言ったけれども、夢を持つのは大事にしてください。日本人はね、一生懸命頑張るとか、非常に、全力を尽くすとか、いろんな言葉があるので、全力じゃなくてもいいんですけどね。一生懸命体は大事にして、あんまり死ぬまで頑張る必要もないけれども、ないけれども夢は、諦めないで、どこかのあなたのこの人生のこの、玄関か床の間にこの夢はポッと張って、あそこにこの夢があるよという、あなたの道を少しこの支えていくようなあれにしてくださればいいかなと、私のメッセージです。ありがとうございました。ありがとうございました。コロさんの言葉で、ダメ元でもやってみようっていうことで何回やってましたよね。やっぱりダメ元でもその道を進んでいくっていうのが一番 大切なのかなと思ってます。ありがとうございました、今日は。次はですね、夢を語らせたらこの人も相当やりますね。これでジュンさんお願いします。はい、ね、はい、ですよ。皆さんこんばんは。小出ジュンと言います。今日は特に資料を用意していないので、言葉だけで語りだけでお話をさせていただきます。小さく売れる、そして松本潤の売ろうとの順で、こういう順と言います。生まれは静岡清水の出身でございます。今は千葉県成田市で小学校の教師をしております。小学校の教師になって14年目、今37歳、6歳の娘、そして0歳あ1歳の息子が2人おります。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。なのでですね、普通の公立の小学校の教師です。今6年生の担任をしています。なぜ普通のですね、小学校の先生が今この場でこういうふうにして呼ばれているか、本当にご縁で、山本学長にはですね、私が今やっている夢と志、教師こそが夢と志を持とうという夢師教師塾という塾をやっております。完全無料で、もちろんやっております。そこのですね、ご縁でですね、山本学長が私たちのことを知っていただいて、今顧問としてですね、私たちを導いてくださっている、そんな形になります。じゃあなぜ、私がなぜひげがなくて、ごめんなさい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、
なぜですね、私がこんな夢とか志とかってことを言い始めているのかという少し背景をお話しさせていただきます。私は大学4年生の秋に実は鬱になりました。それまで小中高大学とですね、本当に一生懸命真面目に勉強してきました。なんかこう言われる通りにっていう感じですかね。自分が自分から進んでとかそういう学びではなくて、やっぱり受け身だったんですね。どうしてもそれが受験のシステムだったり日本の教育の構造にあったのかなと今思えば思います。そして何のために学ぶのか、何のために生きるのか、何のためにその命を使うのかというようなことを真剣に教えてくれた先生っていなかったなって。私は大学4年の時にそれにぶつかりました。自分は一体何のために今まで勉強してきたんだろう、卒論のテーマをですね見つけようって言われて、テーマが浮かばないんですね。今まで与えられた学びしかやってこなかったから、自分で課題を見つけて自分で勉強のテーマを見つけてやっていくってことができなくて、すごくそれで私は悩みました。で、はい、そうなんです。実は鬱になってしまって1ヶ月ぐらい引きこもって、もう昼には当たらないということで、最後に本当に今思えばですね、もう本当に弱いというかですね、あれなんですけど、最後自分の一人のアパートのところで包丁を持ってしまいました。もうこの命をもうやめようと、もう希望はないと。でそこで包丁を持った時に、初めて死ぬことが本当に怖いと思った。そして両親の顔が浮かびました。あったかく静岡のところであったかく育ててくれた両親の顔を思い浮かんだら、包丁投げ飛ばしてふざけんじゃねえと、涙な、包丁涙を流しながらですね、もうここで死ねえかっていうことをまず思いました。そしてようやくそこで自分、今までずっと自分の内面と向き合ってたんですけど、うまく内側から外側に向いたんです。もしかしたら自分と同じように小学校、中学校、僕中学校生徒会長もやってるんです。もう本当にいわゆる優等生でめちゃめちゃ頑張ってたんです。こうやって頑張ってきたやつが大学4年の最後社会出る前になって、何のために生きるのか、この社会をどうしたいのか、どんな日本にしたいのか、自分の命をどう使うのか、こういった一番教育において大事なことを恐らない、いや自分で向き合わないまま大学の最後にこう卒業していく、何のために自分は生きるのか、そういったことをわからないまま生きている人、もしかしたら悩んでいる人、それから子供たち、これから未来に生まれてくる、まだ見ぬこれから生まれてくる未来の子供たちにそんな思いはさせたくない。だったら自分が教師になって子供たちと一緒に学ぶ目的、生きる目的、こういったことを一緒に考えられる先生になろうっていうのが私の初めてできた志の種なんです。その志を持って、教員生活やってまいりました。そのようなですね、思いを持っていると本当にいろんな点が味方して、いろんな人と出会わせてくれました。学んだ先生方から、大先輩の先生方から、野口義弘先生という先生が千葉にいらっしゃるんですけれども、2年目の時に、今もう80歳ぐらいになるんですけど、80以上になるんですけれども、教わりました。日本の誇りっていうことを教わりました。戦後教育において、日本がどれだけ今まで戦前、それから日本がですね、ずっと大事にしていたものを、私たち日本がですね、忘れているか、特に日本がどうしてあの戦いに挑んでいったのか、私たち小学校中学校学んだことは日本が悪いんだと、日本が侵略したんだって教わってました。だから原爆落とされても仕方ないって教わってたんです。真実を紐解いていくと全然違うってことが分かりました。当時白人の植民地化がどんどん進んでいて、アジア、アフリカはどんどん植民地になってきました。産業革命で軍事力つけて、そして貿易で相手を植民地にして、最後の最後に残ったのが我が国日本だったんです。そして私たちのご先祖様、先人たちはその白人が支配する差別、人種差別許さないって唯一立ち上がったのが私たちの先祖なんです。そういった誇り高きご先祖様たちが命をかけて我が国を守り、そして私たちは神武天皇の日本の建国の時から学校一流の精神で我が心を広げていこう、もともと戦うことなんて好きじゃない、みんなで仲良く手を取り合って平和な世界を作っていこう、それが我が国の建国の理念、それをずっと平和の追求、それも天皇陛下も歴代の天皇陛下もずっとやってきた。明治天皇の和の戦いの時に本当はしたくないけれども、和の
世の中を作るために仕方ない、守るために立ち上がるしかない、やってきた、そういった思いを今失っている。戦後教育によって77年間、今もそうですよ、教科書、子供たちの教える教科書、日本がどんどん戦歴史上になってますよ。そして白人がやってきたことは一つも書かれてませんよ。この教科書、子供たち使ってます。公立の学んでる子供たち使ってます。日本全国の子供たちが日本の正しい歴史を知らないまま、建国の理念も知らないまま、2682682年もの世界で一番長寿の国だということも知らないまま、日本神話の古事記、私たち祖先がずっと大事にしていた日本のあるべき姿、こういったことを知らぬまま大人になっていきます。そして志を持つということも教わらずに大人になっていきます。これを私は何とかして止める。民族の歴史、正しい神話、歴史を12歳、3歳までに学ばなかった民族は例外なく100年のうちに滅びるというのは歴史学者トゥインビーの言葉です。今77年です。あと23年で100年が経ちます。私は今37歳です。ちょうど私が還暦を迎える時が戦後100年を迎えます。私はこの残りの23年をかけて、この77年の教育をひっきり返す、これに我が命をかけるということを今日は宣言しに参りました。どうかですね、一つでもお話を聞いてですね、これは頑張ってるなと、ぜひ参加したいなと思う方は Facebook で小出順探していただいてお友達になってください。今日はご清聴いただきまして誠にありがとうございました。ご縁に感謝いたします。ありがとうございました。暑いんですよ。だけどね、二教室からボロボロにね、いつも攻撃されるようですね。でもそれを乗り越えてね、ずっと自分の意思をやってます、彼はね。で現在夢志教室っていうのは120人の小中高先生がいます。でそれをね、束ねているのが彼ともう一人、いるんですけどもね、本当に、星君っていうんですけどね、立派な活動されてます。彼らと一緒にですね、僕、国会議員の国会議事堂でね、いろんなことをやろうとか、議員会館で、ね、やろうとか、そういう活動も一緒にしてるんですね。で、日教組がおかしい、やっぱりね、どん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 日本を貶としめることしかしてません、日教組ってのははっきり言うとね。それに対してやっぱり立ち上がった人間が彼ですよね。それから星良介君っていうんだけども、もうずっとね、彼らの熱いところを受け止めて、私がいるんだけども、彼はね、吉田松陰のことについてはね、もう本人がね、この人、吉田松陰の生まれ変わりじゃないかと思うほど、もう、なんていうかな、こう極め尽くしてる。そういうね、熱い人なんですけども、もし、今120人の夢講座指教士塾の先生方が、1000になったらね、一挙手をひっくり返すと思うのね。だから、僕はいつもね、呼びかけてるんですよ。中学校、小学校、中学校、高校の先生ね、ぜひ、ここと入ってくれと。僕も一緒になると。実は、来年の1月9日から、僕の冠番組が始まりましたね。山本正信の、ね、小学校、中学校、小中高、こんにちはというタイトルで、で、日本と海外のね、学校を、登場してもらって話すんですね。で、一番最初に来るのは、東京ベイインターナショナルスクールといって、ここ僕は今、特別顧問になったんですけども、そこのね、インド系の学校なんだけど、この学校っていうのはね、小学校5、6年からインドの学校ですよ。なんていうの、ロボットの、プログラミングをやってるんですよ。でも日本のね、学校では、大学になって初めて教えるのがロボットプログラミングなんですよ。だから、日本の、その世界一の学校だったのが、今28人を超えてるのは、やっぱり全然違うんですよね。他の国からもやっぱり謙虚な気持ちで学ばなきゃいけないんです。そういう意味では、彼はね、一生懸命勉強してるし、それから彼に僕が言ってるのはね、もう日本は君は極めただろうと。これから海外の事情もね、もうちょっと調べて、やっぱり海外にもいい文化あるし、私たちは謙虚に学ばなきゃいけないことがいっぱいあるのね。だから海外の歴史もそうだし、それから文化、ね、教育制度、僕も教育制度についてもずっとやってますから、そういうことでね、日本をいかにして復活するか、失われた30年が40年になるぞという時ですよね。だからそういう時に彼なんかに頼んで、頼むぜってやってるわけなんですけど、皆さん盛大な拍手をお願いします。ありがとうございました。
はい、まず紹介したい。高瀬翔子と申します。もう長年お世話になってます。今もあのお話伺って、私はもう安心だなと思ったので、帰ろうかなと思ったところなんですけれども、あの先生に久しぶりにとにかくお会いできて、報告もあったものですから伺いました。来年5歳になる、もうおしまいなんですよ。一つ NCC 行きますので、よろしくお願いいたします。何なんですか、ここのところコロナだとかどうだとか、世の中だいぶ元気がなくなっちゃったんですね。でも私にとっては、コロナがどうのこうのという頃、なぜか宮川賢治さんの雨にも負けず、風にも負けずがコマーシャルで、一社だけじゃなくて東芝もとか、なんかね、あの4メシかなんかのところとか、いろんなところがコマーシャルで、スイッチ入れると雨にも負けず風にも負けずずーっとだったもんですから、宮沢先生頑張ってるなと思って、私は宮沢賢治さんと石原莞爾さんにバッチリ教育受けてきた85歳なんです。で、なんでそんなこと言うかというと、あのご存知です、84歳5歳というとちょうど日本が戦争だ、やれなんだ、負けたとかいう大変な時代に私学校行ったんですね。ですから今のお話が、いやーすごいすごい若い方であんな風に言ってくれるんだ、ありがとうと今思ったところなんですが、で実はその石原莞爾という人の教えに触れたのも、そんなとんでもない敗戦日本のどうしようもない時に大変だった時代をよく見てて、これで大丈夫かってやっぱり思いました。この老婆でもその時子供でしたから。それで一生懸命子ども会やったり勉強会やったりやってたんです。でなんとなくいろいろ頑張ってやってるうちに、ガンガン生徒がっていうか会員が増えちゃって、なんとか連絡網が欲しくって、私はその当時何にもないですから、今の時代と違って有線放送っていうのがあったんです。でそれを利用したくて、これはどこがやってんですかって言ったら、組合がやってます。レッドパージなんて聞いたことあります？戦後大変なんですよ。赤い思想はダメとかね、なんとかで組合もいくつかに分かれて、すさまじい闘争が、もう村も町も大変だったんです。でそんな時に、これどこでやってるのったら、労働組合のその青年部がやってる、掛け合いに来ました。4年生でした、私。それで有線放送使わせてくださいって言ったら、お前面白いなって、この本読んだら交換条件で使っていいって言うから、その本を預かったのがマルクス・レーニンでした。それで、そうですかって、まあ放送を使いたいのでそれ読みました。で読んでて、社会科学という言葉が出てきたもんですから、あ、これも面白い考え方だなと、何しろ小学生ですからね。で母に言いました、こんな勉強させられてるんだか、今面白いからしてるけどって言ったら、うちの母が、あ、左ですか、まあ左というなら右も当然覚えて一番いいの真ん中なんですけどねっていう母の意見で、そっから、まあ人は面白いです、思うと願うと関心持つと、そういう縁が寄ってきますよね。なもんですから、右も左もっていうことになっちゃったし、真ん中もってことになっちゃった。その中で、そんなガキンチョだった私のところに、青年部の人たちが、石原のお弟子さんたちですね、それがやっぱり劣化だどうだを嫌って、オルフ活動の反対側みたいにいらしてた。そこで学ぶことというか、知ることができた。それで石原莞爾のその、最終戦争論っていうのが、最終戦争をやるんだっていうのではなくて、もう戦争放棄になった日本は素晴らしい、なぜ日本が負けたかというと道徳の欠落だったっていうことで、今こそちゃんとこのちょうどね戦争放棄って言われたんだから、完全にこの神の意志だから、それに従って世界に冠たる復興してね、
そして経済にもその他のことでも世界に役立っていけるようになろうじゃないかというファンファーレを鳴らしてらっしゃる。で、私はそこが面白かったんです。夢中になって10歳から今までぐっ続け平和運動をやってます。で、敗戦日本になった時どんなひどかったかご存知の人いますか？敗戦日本だって77年ですからいないですよね。その時おぎゃーがもう77歳なんですよ。だからなんで戦争があんなひどい目にあったか、石原がどんだけ反対しても東条にやられたような格好であの戦争起きちゃったか、そういったことやなんかをご存じないと思います。そして現実に敗戦がどんだけひどかったかっていうのも知らないと思います。でもすごいんです。石原幹事っていう人はね、庄内ってご存知ですか？山形の端っこにあるんですけど、そこにみんなを集めて講演したんですね。落ち込むことはない、日本はこっからだみたいにして、それが3万人とか5万人集まった。臨時列車まで出たそうです。で、そこで日本は復興していくんだぞと、こういう考え方、こういうことでって建設の改革案を出されたんですね。後にそれが田中角栄さんも一部実行されたんですけれど、そんなような形で演説されたっていうのがもうすごいびっくりだったんですけど、都市に人が集まってくるようになると人間は疲弊してしまう。これすごい論理なんですよ。田舎は健康な優秀な子供が育っていく素地である。都会に行くとそうでなくなっていっちゃう。これこういう方式を取っていくと日本人は優秀な人間が手がっていっちゃうよと。それから農業と工業の格差はちゃんと共にねやっていけるようにしなきゃいかんと。農耕一体論というのを2つ目の、そして3つ目が炭素生活というテーマを出された。それはシンプルライフです。目的持って目標を持ってしっかりとねちゃんと食生活をきちっと考えたり、ちゃんと人間本来の持ち味が出せるようなシンプルな生活すべきであると。そうしたらどうなるかというと、石原幹事の説を聞くとですよ、人間が本来与えられているすごい能力、それが直感です。ものすごい直感が与えられているんだと。それから頭脳も明晰になる、そういう生活すると心が真心の回復というか、本来の知性がちゃんと芽生えて物性というんですか、それがちゃんと発揮されるようになると。そういうふうな人間の革命がないと、生活の革命がないと令和は来ないとかとかとかおっしゃられたんですよ。で、不思議なことに、その石原幹事と宮沢賢治はある時同じ教団というかな、なんかね宗教団体の入りになった国中会というところで、そこでっていうところから私はいろんなご縁で ご両人の影響を受けるようになっちゃって、で、ある時石原幹事のものすごいお弟子さん的にやっている武田国太郎というお方がですね、翔子ちゃん何やってる最近って言うから、みんなに頼まれて法華経勉強会やってる。その法華経って何使ってるのって言うから、いや安く行こうと思って岩波の長中芸買ってやってるって言ったら、バカだね、そりゃダメだよって言ったの。じゃあ何使うんですかって言ったら、宮沢賢治だろうと。宮沢賢治が遺言で自分もね、その亡くなりになった時ね、お父さんが残すことないかっていうのに対してあると。今自分が死んだら千冊の本をこの書いてくれ、発行してくれと。それが国訳で妙法蓮華経だったんです。で、それを千人の人に渡してくれという遺言になったんですね。で、それが絶対大事だと。で、それをなんと私は再発行する許しを宮沢賢治さんの弟さんの清六さんから受けもらえ、それで再発行させていただいて、それがね、見事なんですよ。最後のところに宮沢賢治ご自身の言葉でお亡くなりになった日にですよ、自分の生涯の最大の仕事はこれをあなたにお届けして、あなたがこれを読んでくださって、そして仏の意っていうんですかね、
無浄土に入ることない。もしそうしてくれたら自分のこの上の喜びないっていうことを課された後書きにね、それで弟さんとお父さんに頼んだっていうわけなんですよ。でそれが石原丹治にちゃんと言ってました。その他他の人にも言ってました。だけどもうどっか入っちゃったんですね、あの資料館に。その知って、私は困るから何が何でも復興だ、復刻したいって言ったら OK もらえた。それも弟さん清六さんもなくなりに、97歳でなったんですけど、96歳の時にギリギリで許可もらってで作ったんです。それ以来県議と幹事さんのいろんな世界観とか、過去の人じゃないですからね、今のプランの人ですから、ですから夢中になって、私はあの宮沢賢治のやけにそのコマーシャルが多いから要求されてると思って、あれは何でしたっけ、クラウドファンディングですか、あれで復刻版出させてもらい、それが27時間でささやかな私たちのその提案の部分全部売れちゃったんです。それで今またこれもささやかに勉強会やってるんですが、この時に私はその個人の何て言うんでしょうかね、教えというか、それをそのただ過去の人のすごい話だっていうのだけを聞いて学ぶには損だからまずいから、もっとその人たちが望んだこと、求めたこと、こうやりたかったことをやるべきじゃないかという機関誌にね、ちょこっとそれ書いたんですよ。そして書いてちょうど8月になって、ああ敗戦日本だと思ったから、この時のことっていうのをまた次に書いた。そうしたらかつて我々がなかったようなとんでもない反応が来ました。石原幹事を知りたい、宮沢賢治をもっと知りたいというようなことを、それで先生にね、この日来いと言われて、急遽彼女たちを無理やりもう教えたたいて、はい、それでですね、そのこの間の夏のね、その敗戦日本広かったんだぞと、あれがなぜ20年であんだけ世界2位に復興できたかってね、あれは日本人、男が違った、女が違った、教育が違ったってあれ書いてあるやない。その後、マッカーサー元帥を浴びるというお甥御さんが日本大使にいらしたんですね。やっぱりダグラス・マッカーサーという人が、でその人がマッカーサーに代わりて詫びるという講演までしてくれた。それもあの美容家の山野千恵子さんたちのところで、はい、なんということがあったもんですから、頑張って次の号をどうしたら石原幹事を知りたいとかいろいろ言うもんだから、とんでもない新聞作っちゃった。これをぜひと思ったのでお持ちするのが今日の目的でした。で私はそれがきっかけで、あの核兵器廃絶の初年度とか国際運動やりまくったアイキャンのね、あれで頑張ったんですけれども、あの手柄もあってっていうことで、実は今回あのアインシュタインと湯川さんたちと石原幹事とかでみんなで作った科学では平和は来ない、だからというと世界連合ありますね、あれの私北海道支部の理事だったんだけど、今度はやめてダイレクトにハチドリクラブがその支部になりました。はい、ということで、すいません長々と失礼いたしました。僕もね、幹事の勉強会よく通ってたんですね。あの神楽坂上がってたところにあるんですけども、もう熱い人がいっぱいいる。それであのちゃんとビデオを撮るんで流したりするんですけども、でさっき言ったご本もね、私持ってるんですよ。ありがとうございました。だからね、やっぱりこういう熱い人がいるとね、嬉しくなりますね。だから、小出君さ、一緒に行こうぜ。はい、お願いします。ぜひお待ちしております。はい、で、キムさんが取るんだろう。頑張ってお尻叩いちゃってやってもらっちゃったとかね。はい、私たち今先生からご紹介がありました、あのハチドリクラブのメンバーをしております太田、あと高倉武之でございます。で、あの高久先生と私たち呼んでるんですけれども、なんで先生かというと、まあ、今のお話を聞いていただいたら皆さんもご理解されるかと思うんですが、もう何でもご存知なことに加えて、あの今日してきたこの山の差し止めという染めの先生であったりとか、あとその私たちハチドリクラブは心の平和、家庭の平和から世界の平和へというキーワードがあるんですけれども
ども、その自分の心の平和とか体の平和のための断食の先生でもあったりするんですね。ということで、みんな私たちはずっともう10年、20年、30年の付き合いなんですが、先生と呼ばせて、いただいております。はい、すっごい先生なんです。私たち大好きなんですけど、先生は先生のお母様がすごい。あと石原幹事先生、本当にすごい人たちに育ててもらったのよって言って、私たちも先生のファン、大ファンなんですけれども、どうぞ1月の14日に土曜日です、神楽坂でハチドリクラブのフォーラムを行います。今日新しくできた冊子も持ってきておりますので、ぜひおいでください。よろしくお願いします。写真撮ろうって言って、いいですか、はい、最高に幸せ。1月14日は皆さん一緒に行きましょう、はい、坂ありがとうございます。これだけ一緒に行こう。次は何でしたっけ。ではですね、皆さん先ほどの若者一分コーナーになります、前半でまだいらっしゃれてなかった方も合わせまして、今お名前読み上げますので、こちらに並んでいただけたらと思います。谷山、これは哲彦様ですか。谷山哲彦さん、横山隼人様、はい、はい、あと、こちら側に並んでいただいてよろしいですか、はい、今お名前、神田ゆうき様、神田さん、高山ゆうき様の名前入ってますね。はい、あ、甲田様、はい、あとは久米村秀明様、太田明子様、いらっしゃってない方もいらっしゃるので、あと前半でお呼びしました倉持美香子様、相田君弘様、相田さん前出てきて、相田さん来てる、渡辺智重様、相田さん来てる。じゃあこちらの並んでいただきまして、あと名前がないな、1分スピーチ、私するはず、僕するはずという方、ぜひここを並びいただけたらと思います。畑さん、おいでよ、前に。倉持様。畑さん、さん、あなた、前に来て。はい、1分スピーチ。あなたね、今回大事だから。高山由紀さんの方がよろしいですか。あ、畑さん、ね、はい、じゃあ行きましょう。では、1分スピーチということで、では、ありがとうございます。ではどうぞ。ここね、こちらがマイクの立ち位置でカメラにも入るようにお願いいたします。杉並区で福祉の総合の仕事、サービスを行っています。私のモットーは、家顔から墓場までお手伝いできたらということで、幼稚園から高齢者まで、亡くなるまで、見取りまで私の谷山です。もし何かご用意があったら連絡ください。喜んでます。この方はかなりいい加減な方なんですけども、自分の好きなことをやるんですね。で、島まで買っちゃって、お取りのところに、そこに学生地を作ってるんですが、そこにみんな若者が行くと自分たちでイカダ作ったりね、遊びまくるんだけど、そういう冒険少年が今、冒険おじさんになっちゃったんだけど、僕より若いですけどね。そういうことで、今週と行こうと思ってます、来年は。よろしくお願いします。こんばんは、横山と申します。今、谷山さんの下で経営の勉強、パン屋さんで経営の勉強を しています。で来年長崎出身で、その無人島田島の近くで町づくりをやっていきます。修行中だよな。修行中です。それでこの人はね、パン屋さんとして成功したいという夢を持っています。パン屋さん、何違うの。パン屋さんというよりもやっぱり今の教育とか食の問題もあるんで、なんかそういうので、こうなんか若い自分の世代に現状を教えていって、あとなんか言葉にできないですけど、なんていうかな、もっと夢を持って、なんか
なんかっていろんなことできるんだ、ね、できるでしょ。そういうのでこうなんか自分もっとできるんだっていうのをしていきたいな。あ、はい、今日の仕事でしょ皆さん、ね、すごい勉強になってよかったです。 ありがとうございます。はい、畑さんはすごい頭脳の持ち主でね、こんな厚いのをいっぱいボンボン書くのね。であの約束は畑さんって人なんだけど、皆さん拍手お願いします。はい、約束は畑さんという、畑からと申します。よろしくお願いいたします。私はあの一般社団法人、8月8日はハートの日という、その理事長をやっております。なぜ、8月8日はハートの日かと言いますと、ちょっと図に書かないとわからないんですけれども、8ですね、あの8を2つ仲良く並べるとですね、ハートが4つできるんですけれども、これは、結構、まあ、IQ テストに使おうかなとそう思ってるんですけれども、それとですね、数字の8で歴史を探求しております。日本は数字の8やで成り立っておりますね。まあ、このことも知ってほしい。これは大変重大な意味を含んでいるんですけれども、もう時間がなくなってしまいますけれども、矢は蜂は日本を国家を成立させている大変重要な意味を持っているということを知ってほしいなと思います。ちょうど時間になりました。はい、では皆さん、ご紹介いただきました倉持と申します。本当に先生と初めて、そうですか。私はですね、もう60歳になりましたときにお仕事をリタイアしまして、15年ほど前からカンボジア、ネパール、そしてバングラデシュに学校支援、小学校ですね、これをですね、有志たちの、ロータリーの有志、先ほどおっしゃってましたユネスコの会員の皆さんの有志と皆さんで作っております。ところがですね、今日のお話、日本が大変な状況になっていますね、経済も。最初のご飯が食べられない子どもたち、そしてお年寄りの方も住むところがない方々おります。私は農産業界で20年間理事とかしておりましたので、その関係のお年寄りの住まい の, あの支援ですね、区役所とか市役所の方と一緒にお世話をしております。また学校支援、これはですね、子ども食堂蒲田と、そして神奈川のでやっております。とにかく大変な状況です。それだけではございません。皆様、レイプ被害、そして何ですか、性の被害の小学生があっております。それだけじゃなくて、男性が男性にレイプされる、こういう問題が結構あります。びっくりですよね。どうにかこういうのも、もう支援をして、メンタルの面も支援をしていきたいと思っています。皆さんよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。皆様こんばんは。源氏物語を読まれた方はどれくらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。コミュニケーションとかに理解している方いらっしゃいますか。実はですね、源氏物語、江戸時代までは知らないと文句言いということみんなに知られていました。そしてここにはビジネスの教訓も恋愛はもちろん人間関係の基本がギュッとあります。現在1月6日まで東京都美術館で源氏物語の展示がされています。事前に90分しっかりセミナーをさせていただいてから現地で解説付きで回ります。1月23日ツアーをやります。源氏物語人間関係研究家、辰野里香でございます。1月23日です。はい、13時から17時まで。はい、あ、12月23日です。はい、ぜひお声掛けください。あ、12月23日。もう、次の、まもなく金曜日です。はい、はい、90分セミナーの後で、現地ツアーをさせていただきますので、いらしてください。ということで、コミュニケーションとか活かしたい方も、ぜひお声掛けください。橋本理香でした。ありがとうございます。はい、こちらもメインの講義になりますので、はい、お願いします。ここで、はい、改めまして、私柴田リエールと申します。福岡出身、東京育ちでございます。法人別にアライブ業務をしておりまして、リエールグループでまとめておる事業家でございます。創業、開業からいくともう、19年目に入りました。はい、学生企業からしておりますので19年なんですけれども、あらゆる事業を行っております一つに、クラブマガというものがございます。クラブマガはですね、イスラエル発祥の護身術にして、
戦地、戦場で使われている技でございます。一切の無駄がなくシンプルかつ合理的な格闘技ということで世界で称賛されておりまして、戦場だけではなく、世界の警察関係者がすべて、皆技として習得して、使っていただいているものでございます。皆さんご存知の通り海外では CIA、FBI、SWAT もこの技を使って、日々業務に入っております。で日本では警察、自衛隊、大手警備会社も逮捕術として採用されている技でございまして、日々指導させていただいております。そうですね、このクラブノアはですね、世界で、スタジオがありまして指導者がいるんですけれども、まだ日本には、私の兄弟子である唯一ブラックベルトを保有しているインストラクターと、日本で女性では私一人しかいないために警察、自衛隊、あと大手警備会社、あとそうですね、ボディーガードとかセキュリティ関係の方は皆さんこうご指導、習得していただくために指導させていただいております。なので日々事件などあった際は情報番組などで、どのように対処したらよかったのかとかいうような問い合わせで取材をコメントさせていただいたり、先日、今年ですと安倍元首相の事件の際の警備体制のどこが間違っていたかということで警視庁の方からもコメントを求めさせられている状態で、指導に入っております。一般の方にももちろん誤診は必要ですので、クライマーを知っていただきたいということでトレーニングをさせていただいているんですが、一般の方にはですね、軍とかで使われているような殺人術を省いた状態で誤診としてエクササイズの一環として指導させていただいております。クライマーはですね、なんていうんですかね、条件反射から考えられている技でして、体力に自信のある方もない方もスポーツに自信のない方も始めていただき十分習得していただける技でございます。なので格闘技となると、リングファイトとか試合という形になってしまうんですが、誤診は皆さんが身につけていただくものですので、どんな方でも習得していただける技です。なので一般の方というと幅広くお子様、キッズからシニア、もう80代の方もトレーニングしていただいて、体力改善向上、そしてダイエット目的の方、そして、ストレス発散にもなりますので、ね、楽しみながら誤診を身につけていただく一石二鳥三鳥四鳥の技でございます。でこの指導インストラクターになるときに、初めてこの技を身につけたいと思ったときに、この技を唯一日本に持ち込んだ日本人師匠がいたんですけれども、そのところにもうすぐにトレーニングに行こうと思った次第なんですが、でもそうですね、私もともとバレリーナをやっていて、で今授業に転身しているところもあり、もう格闘技とかスポーツっていうのは全くそのやったことがないタイプだったんですね。でも誤診は身につけておこうと言ったときに、また性格が現実すぎでして、現実すぎということは時間と費用をかけて趣味で終わってしまうと、身につかない、つけても忘れる、長続きはしないということで、どうせやるなら極めようということでインストラクター資格を取りますということでスタジオに行ったところ、まず生徒から入ってみたらいかがですかと、いやそんなダラダラやってたら資格取るのが時間かかってしまうので、最短で取りたいと、どれぐらいでこのインストラクター資格を取れるものなのかというふうに問いましたところ、スポーツ経験のあること、そして格闘技経験のある人間で最短で5年、素晴らしいスペシャリストでも3年はかかるだろうと言われまして、であれば私は何年かかるんだろう、もう拳の握り方も知らない私がどうしちゃったら最短でいけるのかというところで問いましたところ、とにかくやってみるしかないんじゃないかと、で一般指導生徒から入るにしても、もう1日1時間ってやってるようで間に合わないと、であれば1日7時間ぐらい、もう毎日のように365日トレーニングをしまして、初めてそのクラブに入会してから、半年後にはもうインストラクター資格候補者に入りまして、1年後には合格を、ワールドワイド資格の
の資格を取りまして、もう世界で指導でき、日本でも指導をスタートしております。で今もう指導を始めまして、16年の、 実績で皆さんにご指導させていただいている次第でございます。でその時にもう初めから皆さん入った時には、私なんてトレーニングしても、骨を折るか、ひびを入れて泣き出すか、あとは日々のトレーニングに内出血などして見た目の悪くなり、怪我でもしてすぐやめてしまうだろうと思われていたところで、無理だと思われるのが100人中200人中全員否定しているところだったんですけれども、何ができるかできないかは第三者ではなく自分が決めるものですので、その時に確信のない自信が私の中にあり、どう見てもインストラクター資格を取るのってすごい大変で、試験も1日8時間1週間連日のテストがあるものですから、それにも過酷なものがあったんですけれども、自分の中で指導している姿がすごい思い描くものがあったので、確信のない自信、考えたら自分でもできるはずがないというところもあったんですけど、でも自分が指導している姿が本当に日々目に浮かぶようなところがありましたので、自分ができると思ったら必ずできることだということが実感し、実体験できたことですので、皆様も第三者が決めることではなく自分でできると思い込んでいただいて日々精進していただければ、必ず夢ではなくそれが現実になると思っていただき、日々またそれを皆様に少しでも感じていただき、あやかっていただければなと思います。5年の後を1年でやったっていうのは奇跡に近いですね。で今その自衛隊のいろんな役職持ってる人とか警察の偉いさんになった人たちがね、彼女に会うと最敬礼ですからね、お世話になりましたってやるわけですよ。それだけの指導力もあるということですから、私たちはリエさんに学ぶこと多いなと思ってます。だから小池君さ、行っちゃったかな、そうかそうか、とにかくね、皆さんね、一度見に行きましょう。で私もやっぱり文武両道というのかな、やっぱ少しでも、ね、かじった方がいいと思うし、高田さんは多分強くなると思うよ。スポーツ経験が大方でも、本当にモデルさんとか映画のドラマとかの映画監修、ドラマアクション監修などさせていただいているんですが、本当に華奢な方でもやっていただけますし、お子様もいつね誘拐事になるかわからないですし、いつ殺傷事件で乗り物乗った時にそういう事件に巻き込まれるかわからないですし、あと、DV っていうのもね、世の中には問題になっておりますので、どんな方でもハートメンタルから鍛えてご真実を身につけていただきたいと思いますので、始めていただいたらなと思います。ね、映画いっぱいとキルビルだとかありますけどね、そういうところに指導されてるでしょ、映画ね、映画の盾とかいっぱいあるじゃないですか、そういう格闘技のことを彼女は随分教えてるんですね。だからもうね、今優しいな顔してますけど、いざボートに入ったらすごいです。ご真実クラウマガってナイフディフェンス、ガンディフェンス、スティックディフェンスもやりますので、そうなんです。なのでナイフで襲われた時とか、あと日本では少ないですけども、銃に襲われた時、あとスティックディフェンスで棒で殴りかかられたりとか、そういう時もディフェンスして無事にその場を立ち去って命を持って帰っていただけるというか、倒すものではなくてご支援ですので、はい、身につけていただければなと思います。本当にもう僕は彼女にね、いろいろ教えられますよ。今彼女の柴田理恵具、未来希望という番組ね、今レギュラー的に出させていただいてるんですが、彼女のおかげですね、私も自分の過去を整理したりして話をして、またね、受け答えがすごくタイムリーでお上手なんですね。私はいろんなものを吐き出させていただいてありがとうございます。来年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。先にご案内をさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、こちらですね、もうまもなく9時なんですけども、先にちょっとご案内として、こちら9時半が完全撤収、館内が完全撤収となります。これから最後のご挨拶を山本校長からしていただきましたら、ぜひね、皆様名刺交換などは1階のフロアに降りていただきまして、でこちらの、はい、現状復帰にご協力いただけますかからそれをお願いできたらと思います。そしてまた次回がね、1月20日、そしてさらに8
2月も決まっていらっしゃって、2月の20日ということで決まっていらっしゃいますので、ぜひあの皆様も今からスケジュール帳に、ね、書いていただけたらと思います。では山本校長お願いいたします。はいはい、あの今ね、2月も決まって、1月も決まって、2月が決まってますという話なんですけど、実は2月は今に申し込んできたんですね。でね、まとめて、今回もね、もう2月、1月も準備しちゃってるんですね。スピーカーもダーッと揃ってるんです。どうせそういう仕事やるんだったら、まとめて2ヶ月分は会場を買っておけばできるわけですよね。で、一緒にやってたら、いや、今月は無茶かっていうと、じゃあ2月お願いしますって言うと、すごく早いんですね。そういう形で運営していくと楽かなと思います。それから今日ですね、皆さんもお聞きした通りに、皆さん暑いですよね。で、志をしっかり持っていらっしゃる。で、その志を学んで、でもそんな難しいことじゃなくって、一歩前に出なさいよってことですよね。自分に相当することを、やっぱり志として持って、みんなの進化を超えていく。こういうとこ集まってくると、みんな、なんかやってて、いつの間にかこう偉くなってるんですね。で、本当に僕一人一人、みんなもう結構活躍されてますんで、社会でね。33年やってますから、だからそういう意味でも、こういうところに来ると、あの人、いつの間にかこうなってるとかね。そういうことをずっと見てきたから、やっぱり定点観測っていうんですけれども、お互いにね、お互いの進歩、進化っていうものを見ながらやると、いや、負けてられないねってことになるんで、ぜひここに通ってください。で、ここはね、9地名入ります。今日、7地名が入ってる感じですね。そういうことで、ありがたいなと思うんですけども、7月20日、同じ場所をここでやりますから、ぜひお願いします。で、ここを勘違いしてたなんだけど、パーティション、真ん中が仕切られてるのかなと思ったら、なくて、一つ狙ってますからね、ありがたいなと。で、この机、今から片付けていただきますけど、机はあそこの中に押し込みます。それから、まず皆さんの机の上をきちんと片付けていただいて、あ、鈴岡先生。で、そういうことで、今日終わりにしますけど、まず片付け、自分の前に。山本校長、はい、記念撮影というスケジュールもございましたので、こちらに、はい、皆さん、こっちに来てください、閉まってください。記念撮影しますよ。今日メインのスピーチした人、前に座ってください。多分それが邪魔ですね。全体にこう。
この椅子の中に乗れば、はい、かなり良くなりました。酸素がね、必要です。3列ぐらいになってます。3列でちょっと人数が大きい男性の方後ろ行ってもらっていいですか。大丈夫です。女性の方顔が見えなくなるんで女性の方入ってください。真ん中に大きい男性後ろで。おー、リエさんもだ、はい、おー、すごいすごい。ちょうどいい、この辺りに来ると、皆さん速やかにお願いいたします。ちょっとですね、もう少しじゃおかけいただいて、で全体に入っていただいて、じゃあ、ちょっとそれ、外に出過ぎで、どうなの？どうなの？はい、じゃあ、ゆっくりつけていただいて、あ、じゃあ、お子ちゃんの前から、はい、気持ちつけてください。はい、はい、ちょっと待ってね。これも確かに。だいぶそこ密集地帯が出来上がってますけど、はい、3列でちょっと真ん中ちょっとキュッとね、はい。せーで、全体にこう斜めに、お体ちょっと斜めで、斜めでね、はい。ぐい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 でこう、はい、内側に。内側にちょっとつけてもらっていいですか。角度的にギリギリなんで内側に。ちょっと写真撮ってください。はい、そこは入ってないんですね。いや、次回も頑張るぞ。本気出すぞ。もっと本気出せるぞ。はい、頑張りましょう。ありがとうございます。皆様のお忘れ物がないようにカニカップの方なるべく開けていただいて支えていただいて、後ほど履き進めてもらいます。あとコート、ね、外出たら寒かったなんてことがないようにご自身のコートをぜひお持ちください。お疲れ様でした。さっき水川先生苦しそうだったから。あ、どうも、あ、ありがとうございます。はい、では終了します。